とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、マイクラダンジョンでやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、ついに入手しましたこの武器ですね、これを使っていこうと思います。さあその武器とはこれですね。はい、凍てつく金属片です。レイピアのユニーク装備になるんですけども、ついにね入手しました。これね、デイリーダンジョンの限定品になるんですけども、はい、ようやく入手したんですよ。でね、エンチャントつけようと思ったんですけど、なんかね微妙なんですよね。これってあのね、攻撃スピードがめちゃくちゃ速いんですよ。まあ、締めると一緒のスピードが出て攻撃できるんだけども、これにはね雷がついて欲しかったの。雷ついてないんですよね。まあ、ここはさ、クリティカルでいいとしましょう。うん、あんだけ攻撃するんでクリティカルもバンバン出ると思う。でこれがね、爆発違うでしょ、衝撃波も違う、輝きかなら。で最後ここ、重力だろうな。スタン、うん、多分ね、このスタンとかと相性はいいはずなんですよ。でもスタン自体結構微妙なスキルなんで、じゃあ重力かな。しゃあなしみたいな感じのスキル構成になってしまったんですけど、まあ一番いいのは雷、輝き、追い打ちかクリティカル、まあクリティカルでいいのか。まあまあとりあえずどんな感じか行ってみましょうか。こういう感じになりますね。クリティカル思ったほど出ないの、思ったほどクリティカル出ないけど、まあいいや、一回試しに行ってみましょう。行く場所はこちらですね。ボスとも戦いますよ。ではでは行きましょう。アーティファクトはまあこれでいいよね。あ、結構敵を引き離すんだね。あ、結構剣の先っぽの方に重力を発生させるんで、敵はね近寄らない。あ、そんなに近寄らせることはない感じだね。はい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 、結構なんだ、槍ぐらい先の方で敵を集めるんで安全だね。うん、安全安全。ただ火力は低いな。ああ、思った以上に火力が低い。こんなもん。まあまあ最初のね、パパパパってつくのはそんなに威力はないって思ってたけど、ここまでないか。これはあれだね、クリティカルよりも追い打ちの方が断然合ってますね。もともと攻撃力は低いんで、鋭利は無駄だね。鋭利は無駄。なので、クリティカルよりも、追い打ちが上か。いや、これ絶対雷だね。絶対雷。うん、あ、重力はいい。重力 OK。だから重力、雷、輝きだね。輝きもね、こんだけ、結構発動するね。結構一回つくごとに一周すること、ターンってなるまでに一回はね輝きが発動してるんで、回復は OK だ。ただやっぱりね、この構成じゃ火力が低すぎるので雷が欲しい。雷、これ雷つけば相当強いよ。地図構成がしっかりなればめちゃくちゃ強いと思う。雷、重力、輝きで、それで多分、いや間違いないね、間違いなく強敵に変身する。おっと、これはやばい。いや、この重力のなんだろう、集め方が
ストーリー。おお、輝きの発動率も抜群に高いので、これ雷だ。雷に依存する攻撃力だな。雷さえあれば結構いいわ。でもこれね、デイリーの限定装備なんですよね。もともと出にくい上にそれを厳選するってなるとちょっと辛くないかい。うん、まあまあぼちぼちやっていこう。はい、ボスはどういう感じで倒せるか知らないな。こんなもんか。火力やっぱり低い。火力めちゃくちゃ低い。もうなんだろう、全部結構下の方にあるぐらい火力は低い。低いね。あ、これは毒の、いや毒の雲はいいな。毒の雲はいいな。やっぱり雷です。雷でカーッと雷を落としていくっていうのが一番ダメージが取れるかな。あ、DPS が上がりそうですね。はい、これ倒しました。やっぱりね、思った通り、入手したやつのスキルが微妙すぎ。あ、重力輝きは良かったよ。そこの真ん中にね、雷が欲しかった。雷あれば間違いなく強武器です。うん、まあ、とりあえずこれが、ダンジョンの、限定装備か。デイリーダンジョン限定装備の、ユニークスキルです。ユニーク装備ですね。スキルは、モブを鈍化させるですね。それがついてますので、うん。まあ、防御面に特化したやつになっております。ちょっと火力が欲しいところですね。はい、まあとりあえずこういう感じでした。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。